はい、皆さんこんにちはでございます。ジョドリアルやっていきましょうということで、今日は、8月10日ということで金曜日ですね。タウンイベント皆様お疲れ様でした。まあ皆さんね、何位だったでしょうか。私のチームはですね、ちょっと1名ほど、途中で抜ける方がいらっしゃったんですけども、なんと100位ということで、ありがとうございます。まあね、初心者応援タウンと言いつつ、まあ皆さんのお力添えでですね、日に日に順位が上がっていき、まあ今回は100位ということで、100位はぴったり賞だったかな。で、2位から50位の間と同じ報酬が受け取れるということで、10連チケットが1枚、あとマインドが1枚と、で、SP、ガシャチケットが10枚と、マインドガシャの10連チケットが2枚手に入れることができました。ありがとうございます。ということで、今回は、まあ、サマーシーズン到来ということで、まあね、ちょっといろいろ、お知らせの方には来ていたんですけども、水着キャラとか出てくるかなと。レイミちゃんとか出てくるかなとか、おそわそわしとったんですけど、いやーでもレイミちゃん背中傷ついてるからちょっとどうなのかなとか思いつつ楽しみにしてたんですけど、はい、普通にね、そういうこともなしに普通に、はい、いつも通りの集会イベントみたい、まあちょっとまだ全然中身は見てないんですけども、なんかそれっぽいので、まあまあそちらの方もね、内部配信等でお見せできたらなと思います。今回はサマー到来シーズンガチャということで、これは3日前ぐらいかな、なんか専用のサマーシーズンガチャチケットっていうのがいただけるようになって、今3枚あるんですけども、まあこれで何が出る、まあこれ星4以上が出るやつですね。いつも通りのやつでしょう。あれ見えない、いつも通りのやつだと思うんですけども、そうですね、4から5のみが的中ということで、で10連引くて星5一体確定で、まあ、プラチナメダルも10枚手に入りますよということで。まあ、率先力になりますよということでしょうね。で、ピックアップスタチューが、ポルナレフ、カキョウ、イン、ジョーセフ、ジョナサン、モハメドということで。まあ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 、あんまりその、ダイヤを使ってまでっていう感じではないんですが、まあ、初めて間もない方とか、星子とかがいない人とかはね、まあ、カキョウインとかは結構率先力になりますんで、手に入っててもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、チケット軽く3枚引いていきましょうか。まあ、ポルナレフ持ってないんで、ポルナレフが欲しいかな。まあまあ、当たればいいかなぐらいで。なんですけども、どうなんでしょうか。4人ですね、金。まあ、それそっか、金だもんね。ちょっとね、じゃあ前回のその限り用でね、結構もうないな。もう当たんないかな、と思うんですけども、まあまあでも100位取れたという、これもね、まあ私の運というか、まあみんなの運なのかもしれませんが、まあまあ持ってるということもありますので、もしかしたら当たるかもしれない。当たれカモン、ポルちゃんが欲しいな、できれば夜、あー来ないな、最近ちょっと来ないんですよね来ないんだよね。あらま、アリーナではラストいきましょう。まあこれ、個人的にはそんなにダイヤを追いかける、まあ初心者の方でもそんなにダイヤを追いかけてまでっていう、ガチャだと思う。やったらボックスとか、ボックスの方とかの方がまだいいような気がするけども、どうでしょう。ダメですね、これカットインも多分出ないでしょう。まあ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 、分かっていたといえば分かっていて、まああんまりそのダメージはないんですけども。タニオン。ということで、ここでいつもなら終わりなんですが、もう一個、サマー到来シーズンのマインドガシャの方が少し気になるので、ちょっと見ていきましょう。こっちの方がですね、ちょっと個人的にはいいんではないかなと思います。サマーシーズン到来。これ何がいいかっていうとですね、ででん。見てください。まあまあ、いろんなピックアップありますよっていうところなんですけども、なんと、慶長さんのね、イカ学模様ができてるだろう。これめちゃめちゃ強いので、こっちを狙ってもいいんじゃねえかなと思いますんで、ちょっとね、こっちを引きましょうか。で、提供割合が、1
1.23 だからあながち当たらないこともないかなと思いますので、今回10連チケット1枚だけ使わせていただきます。それで当たるかどうかいきましょう。これで当たったらめっちゃラッキーなんだけどな。カモン、無駄遣いしていく、頼むよ頼むよ。銀銀っぽいな。まあ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 、まあ、スタート銀でいきましょうか。カモン、最後のヘム、これもねカットインとか出ないとね。金金じゃない、あー銀なー、なんかな銀ばっかりなんだな。クールにされる、どうせなら持ってないのが欲しいんだけどな。あんまこういうところで毎度引く機会がないんで。あー金金金金、あマジで壊れてんのかなこれ壊れてんのかな、全然出ないんだけど。おおわずかな手がかり、これ多分イベントのやつでしょうね。金金、あやばい、あこれ金入ってないやつなのかな。わ今回おわずかな手がかり、あ今回ちょっとやばいかもしれないな。これ全部銀な気がしなくもないけど大丈夫かな。波紋のパンチ、ちょっとほんと金金にならないと話にならないんだよこの。もうやる気ねえな、ロハン先生ロハン先生やる気出して、もういらないよ。3枚目やばい、あやったわこの人、あこの人やってるわ、あやっちゃった、あやっちゃったね、あーやっちゃった、あーやっちゃった、この人この人やってるよ、逮捕だねもう、あーもう逮捕しなきゃマジでかマジでか、うわー父への違和感、いや俺もなんか今違和感感じてんだけど大丈夫大丈夫、いけんの、嘘でしょ、え待って笑えない笑えない、全部銀なんですけど、えちょっと待って笑えない笑えない、ドヤ顔されてもちょっと、えマジで、いやーやばいやばいやばい、こっから銀銀ラッシュ金ラッシュ、はいはいはい、手抜き、ちょマジで本当になんでなんで出ないの、え4枚目結構出るんだね、終わりもしかして、うわやった。ということで新しいの一応見ていきましょうか。ポイントドロップが 40% で、投資に与えるのが 10%、まあ、クリティカル率が発生が 1.1 倍のアタックが100という、まあ、これはアリーナ効果ですね。どうしよう、このままで終わっていいのか俺、どうする、10連チケット使うか、カモン、あはいはい、ということで気を取り直してもう一回いきます。あー出てくれ頼む頼む出てくれ、あ、嫌な予感がする。嫌な予感がする。頼むよ。カモン。しんどい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 。すげえしんどい。いやー、なんで？銀しか出ないんだけど。銀さん、銀さん、マジ銀さん。なんで？タイムリミット。あ、いや。あやったなやったな、ちょっとうわ引くんじゃなかったマジで、うわーやったやったやった、せっかくせっかくタウンイベントのぴったり賞やったのに無駄にしていく無駄にしていくマジで、なんでやばくない、お来たやってきた、頼むいかがくいく、ギリ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 いらないよ、いらないよ、おといしのはいらないってマジで、うわーやった、くそーマジか、変わんねえかな、なんか変わんねえかな、金、いやーもうないか、1枚しかないか、でもこれちょっと待って、こんなに金出なかったっけ、やばいやばい、金、はあもうロハン、マジロハン、あー待って待って、あのピアス引きちぎりたい
かぶりすぎでしょ。頼むよ。金、金が来ない。本当に来ない。あ、来た、あ、来てない。こんなに、こんなに来ないやつ？ズワー。終わり？終わり？もしかして。まだある。いけ、金。あー、切らん。切らん。切らんってなんねや。終わったということで、まあ1枚ほど出ましたが、おといしさんのですね、俺の勝利だということで、使わないんだよな、おといしさん。はい、ということで、まあね、もうせっかく100位でみんなで頑張ったその10連チケット2枚を無駄にしていくスタイル。はい、まあ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 、じゃあもう、まあそうですね、これまあボックスガチャも多分出てくると思うので、今最近こういう、キャラと一緒でボックスガチャが出てくるので、こっちの方でまた狙いながらっていう形にしようかなと思いますので、またダイヤを貯めていこうかなと思います。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。まあ、今回のガチャはそんなに、まあ最初にも言いましたが、そんなにダイヤを使ってまでというところではないかな。まあ華僑院がまあね強いので、華僑院が欲しい方は回すのかな。うん、でもまあそんなにがっつり回さなくてもいいんじゃないかなと思います。ここはもうダイヤを貯めて次の、新キャラとかに使っていった方がいいんではないかなと思いますが、皆さんどうだったでしょうか。ぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。バイナラ。